待ちしておりました。今回討伐していただくターゲットは今まさに目の前におります。そう、今回のターゲットは私エリザベスでございます。私、自分が何者なのかをずっと探しておりました。私だけではございません。我が主も、そしてあなたも。ベルベットルームに集う者は皆自らを探求し続ける定めなのです。私は力を管理する者、故に力で自らを上回る者に出会った時、私は答えを得られる。自分が何者かを知ることができるのです。あなたなら私に答えをくださるかもしれない。お手合わせ願えますか？ありがとうございます。では参ります。エレベーターガールを務める身ではございますが、いくらか荒ごとの心得もございます。どうかご遠慮なさらず、殺すつもりでおいでくださいませ。出血サービス。
どうぞそのままでお願いいたします。ドロー、ペルソナカード。ペルソナ。ドロー、ペルソナカード。ドロー、ペルソナカード。体力が残りわずかです。注意してください。了解。オラクル発動スタンバイ。はあ、ドロー、ペルソナカード。準備できました。オラクル発動します。あ、ごめんなさい。ドロー、ペルソナカード。ドロー、ペルソナカード。ペルソナカード。私は力で自分を上回る者に出会ったとき答えを得られる、そのはずでした。ですがこうして敗れた今、私に囁きかける声は何もありません。いえ違いますね、これこそが答え。自分が何者かは自分にしかわからない、自分自身で決めよということなのですね。お見事です。私の用意する最大の難関をよくぞ乗り越えられました。報酬はいつもの方法でお渡しいたします。それとこちらをお持ちください。こちらは報酬ではございません。私の気持ちです。
ではごきげんよう。Thank you.